無事に神器も手に入れたことだ。冥府に長居は無用、速やかに本陣の別動隊と合流すべきだろう。その陽動部隊から火急の知らせだ。冥府の軍勢の勢いに押され、いよいよ追い詰められてしまったらしい。今は城に立てこもり、なんとか敵の攻勢をしのいでいるようだが、それも長くは持たんということだ。ハデスの力が増せば増すほど冥府の連中も勢いづく一方か。このままではそう遠くないうちに別途隊は全て滅び去るだろうな。おそらくハデスもユグドラシル内部の制圧を終え、その力を手中に収めている頃だ。奴が自ら前線へ出てくるようなことになれば、滅びの時はさらに早まるはず。なんだと？そのような事態、何としても阻止せねば。うん、もはや一刻の猶予もあるまい。みな、急ぎ引き返すとしよう。英雄たちは襲ってくる己の幻影に打ち勝ち、試練を乗り越える。ついに連合軍は魂を解き放つ神器を手中に収めた。だがそんな時、拠点に残った陽動部隊から火球の砲が入る。陽動作戦を実行し、ハデスの目を冥府より遠ざけていた彼らはついに追い詰められ、全滅の危機に瀕していた。連合軍は仲間の窮地を救うため、急ぎ取って返すのだった。陽動部隊は籠城して抵抗を続けているか。しかし想像していた以上に敵の包囲が厚いな。簡単には突破できそうもない。この状況、城内の者たちはさぞ疲弊していよう。かの部隊を率いているのはリクソン殿と東堂高虎殿です。治癒に秀でたお二人ならきっと将兵を励まし、最善を尽くしてくださっているはず。だがいかに優れた将といえど、いずれは限界が来よう。そうなる前に敵の包囲に突破口を開かねばせいぜいあがくといい。冥府の王が姿を現すまでな。騒ぎを聞きつけた奴は必ず現れる。その時こそ先の戦いで受けた恥辱を注ぐとしよう。オーディンめ、また勝手な真似をするつもりか。奴とはハデスを止めるという目的のみを共有しているに過ぎん。まあ好きにさせてやることだ。オーディンの言う通り、いずれ必ずハデスが現れよう。その前に何としても城内の者たちを救わねばな。留守を託した者たちが敵に囲まれておる。早急にわしが救援に向かってやらねばなるまい。リクソン殿、高虎殿、待っていてください。必ずあなた方を守ってみせます。高虎殿、本体が帰還しました。ここを耐えれば勝機が見えるはずです。ああ、もう一踏ん張りだ。みんな守りを固めろ。正面から突破するのは時間がかかりそうだ。私は東側から救援に回ろう。ハデスは現れていない。奴が姿を見せるまで私は好きにさせてもらう。ちょっとオーディン、相変わらず勝手な子ね。驚いちゃった。あなたってこんなにできる子だったのね。このままじゃ俺たちは畜生。
しよう。助けはまだなのかよ。城内の味方が敵に押し込まれているようです。急ぎ救援に向かいましょう。随分と張り切っているようだな。お前の活躍は見ていて気持ちがいい。今より敵陣をつく。敵の勢いがこれほどとは。急がねばならぬというのに。私がなすすべもなく負けると、我らだけでは到底太刀打ちできん。ここで死を待つしかないのか。あと一息で敵の囲みを突破できそうよ。城内のみんな、もう少しだけ頑張って。加勢感謝する。今より反撃と参ろう。バカな、遅れを取るだと。よかった。よれつよ、敵素晴らしい活躍。人間の力を見ることができてわしは嬉しいぞ。ハデス様から賜ったとっておきの策、存分に味わえ。勝手な真似はさせん。あの人影は味方が到着したぞ。門を開けるぞ。敵を打ち取って味わえ。その鮮やかな手並み、日々の修練の賜物だな。君ならばさらなる高みを目指せるはずだ。待てよ、こいつらよく見た。敵だ。わざわざ敵を迎え入れるとはどしがたいな。敵の侵入を許したか。だがここで屈しはせぬ。目障りな幻影ども、残らず滅ぼしてくれ。共に吹き荒れようか。はい、承知しました。さあ、先に出してやろう。ここは引くしかあるまい。よくやった。お前がいれば必勝の策が描けるわ。敵将オーディンだ。まさかあなたにご助力いただけるなんて。助力、勘違いしないでもらう。私は冥府の幻影とやらが気に食わぬだけ。その鮮やかな手間に日々の修練の賜物だな。君ならばさらなる高みを目指せるはずだ。みんな奮起せよ。あと一息で押し返せる。よくやった。お前がいれば必勝の策が描けるわ。
という屈辱。鮮やかなお手並みですね。思わず見とれてしまいました。敵将打ち取った。目障りな原因は全て葬り去った。失礼しました。ここまでよくあがいたものだな。褒美として俺が直接息の根を止めてやるよ。待ちわびたぞ、ハデス。今こそこの手で貴様を葬り去ってくれよ。お前こそ真の三国無双よ。ハデスが現れたか。神々の王たるわしが直々に相手をしてやる。敵将討ち取った。人の身でここまでやるとはな。一体どれほどの力を秘めているんだお前は。ハデス、君の暴挙私が止めてみせる。なかなかいい攻撃だったぜ。ま、俺には全然効かないんだけどさ。さあ来いよ、冥府の王があんたの魂をもてあそんでやる。今のは結構効いたぜ。なんちゃって。ハデス、滅びは貴様にこそふさわしい。その身に刻んでやろう、私を利用した報いを。はは、本当に役に立つ駒だったぜお前は。がもう出番は終わりだ。おとなしく眠るがいい。楽しかったぜ。だがお前たちで遊ぶのも飽きてきたな。次で決着をつけるとしよう。ゼウス、ユグドラシルで待っているぞ。ハデス、行ってしまったか。ともあれひとまずはしのぎきれたようだな。さてこの地に再び集いし英雄たちよ、その力わしにもう一度貸してもらいたい。この異界と我が兄の野望を打ち砕くためユグドラシルへ進むとしよう。リクソン、タカトラ、そして彼らに力を貸してくれた皆も本当によく持ちこたえてくれました。あなたたち人間は本当に強いのですね。いや、称えられるような活躍はできていない。結果としては無事に済んだが、多くの兵の命を危険にさらしてしまった。本隊が駆けつけてこなければおそらく最悪の事態は避けられなかったでしょう。救援本当に感謝します。そしてオーディン殿、あなたにもお礼を言わせてください。あの時お前が幻影の相手を引き受けてくれなければ、おそらく俺たちは今ここにいなかっただろう。お前には助けられた。言っただろう、私はあくまでも目障りな幻影を始末したに過ぎん。だが生きた駒が多くて困ることはない。拾った命でせいぜい私の役に立つがいい。まったくもう
お礼くらい素直に受け取ればいいのに。結果的にとはいえ、あのオーディが人間のために力を貸すとは、少なくとも以前のやつにはありえなかったことだ。オーディも変わりつつある。そう思っていいのだろうか。